You like it? I like it! Mr. Chan! Don't worry, I'm wearing! またそれそう、まあ、とにかく決勝にね、進出したからね、とにかく明るいやつの、あのオーディション番組だと思うよね、あの、というわけで。あのとにかく明るい休むに続きミセちゃんということで言ってみたいと思います。はい、国内ミステリー書評番組ミステリーちゃん、はい、2023年6月号のその3です。若林文です。すげー松恋でございます。とはい、はい、Don't worry, I'm wearing 履いてなかったら困るよ、こんなに質問怖いよ、履いてない人横にいたらはい、というわけで、はい、2023年5月の刊行の、はい、新刊小説ね、3冊目ですね、はい、3冊目です、はい、杉江さんお願いします。はい、3冊目はですね、これね、紹介に困るんだよな、いろいろな、いろいろ困るんだ、これ紹介に。潮風氏一家殺害事件、あるいは迷宮楼の殺人、早坂やぶさかさんで、はい、公文社です。あのこれジャーロを連載されてたんですけど、ジャーロ連載時のタイトルはね、迷宮推理って言ってね、あの迷宮すの巣がカッコでくくられてたんですね、でカッコを抜くと迷宮入り、で巣が入ってる巣の入ったっていうね、豆腐なんかがですね逃げた時に巣が入ったとか言いますけどね、その巣とも言えないこともないしね、まあまあいろいろとね含みがあるタイトルなんですよ。でまあそれがどういうタイトルなのかと思ったら、こういうタイトルになりましたよ。まず中心にある趣向を言っておきましょう。これです、これ。昔迷路館の殺人というですね、ありましたね、辻さんの館シリーズの3冊目ですね、はい、館全体が迷路になっているという、はい、迷路館の殺人というですね、大変懐かしく楽しく読んだことを思い出しますが、面白いですね、はい、趣向でした、でそれがこれが迷宮楼の殺人なんだけどさ、あるいは迷宮楼の殺人ってどういうことだよってことですね。あるいはあるいはって何それっていうことですね。で、じゃあ潮和氏一家殺害事件は何かということですよ。説明しにくいんだけどさ、まあ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 、物語の3分の1ぐらいまでに明かされることは、まあ、大体言ってもいいんじゃないかなっていう原則から言うと、3分の1を実は過ぎちゃってるんだけど。まあそこまでに至るシチュエーションは抱えてるから言ってもいいでしょう。迷宮楼はね、あのミノタウロスという名乗る、私はミノタウロス、生贄を求める者、ミノス王は幽閉したミノタウロスの食料として9年ごとに7人の少年と7人の少女を迷宮に送り込んだ。しかし孤児の忠実の再現のために14人も拉致するのはさすがに骨が折れるのでね、今回は参加者7人で妥協することにした。7人がここにこれ名前書いてあるから、あの名前もね見えば分かると思うんですけど、この迷宮楼に閉じ込められるんですね、で、そこに閉じ込められて何が起きるかというとですね、この閉じ込められた人間がなんで閉じ込められたかっていうのは、ミノタウロスはそのドクトルゲーみたいな感じありますでもこうやって書いてあるからしょうがないんだよ音引きだけ入ってるから、ミノタウロスによるとね、カムライダみたいな、でこの7人の7人はですね、過去に起きた中には、過去に起きた6つの殺人事件の、犯人が含まれてますと。でそれが、例えば、生産、4億円事件、現金を4億円を積んだ現金輸送車が奪われた事件、チェーンソーバラバラ殺人事件、もういちいち言わないですけど、 S 氏一家殺害事件、 M 賞パーティー爆破事件、これ物騒ですね。ある推理小説文学賞の受賞パーティーで爆弾が炸裂し、作家評論家出版社社員書店員など総勢55人が死亡、38人が重軽傷を負った。 M 賞ってこれ何だろう、 M 賞って何だろう、本格ミステリー作家大賞は書店に呼ばないですからね。そうだね、ミステリーズ新人賞、ミステリーズ新人賞ってまあ来るなもうないけどね、もうないけど、もうないけど、という、そのあのもう一個、もう二つはね、エル公園ホームレス殺害事件、
青山キャンプ事件と、でこれらの事件の犯人が、ここにいるんだというんですよね。でそれぞれの事件の、犯人のたちの、つまり青山キャンプ事件だったらさ、青山化合物を使った殺人じゃないですか。でチェーンソーバラバラ事件だったらチェーンソーなわけだ、うん、でそれぞれの犯行に用いた凶器がそれぞれ用意されてますと、で犯人はそれを持ってますっていうんですね、うん、で、その6人、7人が、中に含まれる殺人事件の犯人たちがその凶器を持ってるから、殺し合って脱出してくださいねっていう、つまり、まあ、まあバトルロイヤルですよ、うん、バトルロイヤルやれとミノタウロスは言うわけですねこれが、迷宮論殺人なんですけど、この中に、今ちょっとちらっと言った S 市一家殺害事件ね、深夜閑静な住宅街で一軒家に侵入者があり、水産会社社長とその妻、聴覚障害にある長女の3人が殺害されたというこの S 市一家殺害事件が、このうちの一つの潮風市一家殺害事件なんですよ。はい、ここまでは全然フェアな紹介をしています、うん、アウトなことは1個も言ってないです。で、どうやって知らないんですか、その6つの殺害事件のうちの1つの潮風市一家殺害事件の模様だけがですね、冒頭にショートって書かれています、ね、でこれは、その犯人らしい男が目から見た登場の形式になってるんですね。この登場の形式が書かれる、結構、ね、胸くそ悪いことをこいつするんで、読むのに、ね、結構なんていうんですかね、心の準備が必要ですけど、うん、潮風市一家殺害事件の後に、展開がちょっとガラッと変わりまして、この迷宮楼のあるいはの方に移るということなんですね、うん、さあこの構造は何を意味してるんでしょうねということがあるんですけど、この中にね、7人の中にですね、囚われた7人の中に、女性名探偵のですね、篠宮優歩が、含まれていて、篠宮優歩は自分自身が犯人じゃないことは分かっているので、他の6人の中に犯人がいるだろうということで、名探偵による名推理を繰り広げていくというのが、その、迷宮楼の殺人の展開でございます、言えることは以上かな。そうだね、うん、言えることは以上です、うん、あとなんでこういうふうな構想になってるのかとか、そこの接着剤になる部分が小さい章でですね、捜査、ね、警察捜査の捜査という章の、まあ、インターミッションにあたるものがこう貼り付けられていくので、その貼り付けられている部分が何を意味しているかっていうのは、まあ、考えてください。そういう構造になってます。でこれはね、言うの難しいんだよな、これ以上これだけだと、なんかちょっとね、入れ子構造っぽいのかな、何なのかなっていうふうにね、うん、ちょっと構造に工夫があるんだよねぐらいのことしか言えないんですけど、うん、まあ、一つ言えるのは、中核にある迷宮楼の殺人の部分というのは、いわゆる、クローズサークルものですので、うんうん、次々に犠牲者が出てしまうことによる犯人は誰かって推理しなきゃいけないというのと、あとその、自分が死ぬ前に何とか脱出しなきゃいけないというね、デスゲームの思考というのがきちんと含まれた、まあ、スリラー的な展開のある探偵小説として、これはこれで十分に、これだけでも面白いです、うんうんうん、推理もね、なかなか面白い推理が繰り広げられたりしますし、それぞれ犯あの何容疑者になる人たちが癖になる人たちばっかしなんで、すんげえ仲悪いんですよこの人たち無理もないけどさ、そんなところに囚われてるわけだから、まあ、そういう部分の思考をある別の思考でくるんでですね、いるわけですね、でこれ面白いのは、早坂やぶさかさんってね、セルフパロディ的なところがあるわけ だ、ね、うん、作家としては、うん、つまり自分が読んできたであろうミステリー、古今東西のミステリーのいろんな作品から着想を得て、それを作品に生かすときにですね、なんつうのかな、自虐的なというかね、自己言及的なギャグの入った、冗談を交えながらですね、トリックとか趣向とかプロットを練っていくわけですね。だからミステリーをたくさん読んでいる人が書いたらミステリーだよねって思うような思考が中にいっぱい入ってるわけですよ、うん、そこがね面白くて、うんうん、例えばこの帯を書いてるのがアリスガ・アリスさんなんですよ、うんうん、でね、これ、あ、アリスガさん書いてるんだって普通に思うと思うんだけど、うんうん、
小説をね4分の3ぐらい読んだところでね、だからアリスがアリスなのかって思う場面があるんですよ。これね、アリスがアリスであることに、つまり本がよく売れるからとかそういうキャッチーな理由以外に、ああこれ編集者アリスがアリスに帯頼みたくなるよねって思うような、つまりアリスがアリスを読んでいる人に対ツイートからはものすごく共感するであろう、そうだよねアリスがアリスに頼むよねって思うようなことが思考として含まれるんですよ。だからいろんな先行作品を読んだ読者の、あそうだよねって言いたくなる気持ちを集める思考がいっぱい入ってます、ね、入ってます。そしてまあこのなんていうのかな、オチの付け方も、うん、まあまあ非常に早坂やぶ坂らしいですよ、うん、デビュー作以来ずっとあんたこういうことばっかりやってて面白いねっていうですねこれ以上言うとネタバラシになるから言えないんですが、うん、非常に癖があってですね、うん、面白い、有栖川さんが、うん、あれだけ警戒しながら読んだのに完全に騙された、うん、まさかそう来るとはっていうふう推薦文書いてますけど、うん、完全に騙されたって何を指していて、まさかそう来るとは何を指しているかっていうのは、うん、まあ、読んでください。大変大変、まあこれは騙されるよね。いや、わかんないよ。ないよね。いや、なんかやっぱ、早坂さんってすごい意欲的な人だなって思いますね。うん、毎回毎回、その、まあ、僕が一番好きなのは AI 探偵の、はい、このディープラーニングのシリーズなんですけど、うん、まあ、なんていうか、その、なんだ、普通に多分書くだけでも、結構、水際だったね、推理とか、うん、その時のロジックの部分で楽しめさせる人なんだけど、うん、そこにね、そこにそれも盛り込むかみたいな感じのことをそれも入れるの過剰にねやってくるんですよ。山田うどんと同じだよ。そう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 、うどんとさカツ丼とさ両方と一人前なんだよね。そう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 、半分でいいだろどっちかはっていう、そう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 、その過剰さですよね。そう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 、あれもこれも盛り込んじゃうみたいなことをやってきて、うん、それは多分ね最たる例だと思うんですね。そうですね、うん、だからまあ塩風氏一家殺害事件、あるいは迷宮論殺人で、これ山田うどんだよ、山田うどんミステリーだ両方とも一人前入ってんだよ。お腹いっぱいにさせる気満々ですよ。山田うどんファンとしてはね。だから本当に胸焼けしそうなぐらいでね、もりもりな店になった時なんで、はい、絶対これはすごくなんか満足度を超えた満足度みたいな。そうサービス精神満点、うん、もう絶対満足させてやるぞっていうね、うんうん、作者の過剰な思いが、うん、過剰な思いが詰まったね。すごい前のめりになってるから。そうですね、うん、はい、そういう、まあ、大変に お得度は高いと思いますよ、だからね、うんうん、あ、なるほど、こんなにお腹いっぱいで明日もご飯いらないやという感じのですね満足度だと思いますので、お手に取っていただければなと思いますね。山田うどん見せてって山田うどん見せて自分で言うな、なるほどって思った今はい、じゃあ最後の一冊お願いします。はい、はい、私の3冊目は、はい、重い、オンダリクさんの、はい、のニビロ原子校集英社です。やっと本になったぞ。はい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 。やっと本になったぞ。これ今ね、杉江さんがやっとって言ったのは、はい、この作品はですね、実は最初に載ったのが、ウェブ、小英社のウェブ文芸のレンダブローに、2007年から。そうレンザブローからか。そうそうそう。あ、レンザブローね。うん。ウェブ文芸の、ね。うん。うん、2007年から10月からですね、2012年の3月まで一回乗ったんですよ、うん、乗ってその後、スバルに2013年から乗ったんだけど、うん、っていう風にね、かなりこう断続的にこう抱えれつつで、2007年だから15年、そう15年か15年の歳月を帯にも書いてあるけど15年かけて完成しました、うん、そうです、はい、そうです、はい、はい、まあ、この なぜ15年かかったとか、うん、まあ、ちょっと後でも、うん、ぷちゃっと触れるんだけどね、うん、でこんなじゃあその対策15年かけた対策、うん、どんな話かということなのと、うん、ですね、舞台はですね戦場なんですね、うん、船の上、うん、船の中なんですよ。オンダリクが船の中の洋上のですねの絶海の密室というべき船を舞台にしたですね、うん、
小説書いたんですね、アマトのですね小説の中で、あの密閉された空間の中で、閉ざされた、ね、空間の中で限られた登場人物のいろんなドラマを描いてきて、人の心をざわつかせたり感動させたりしてきた女陸がとうとう船の上の、とうとうというか船の上を描くっていう、これだけでもワクワクするんですけど、さらにこれね、このあらすじというかこの発端の部分も面白くてですね、中心にあるのは夜はつるとこというですね、題材の、ね、小説なんですね、これはですね、この一作だけを残したですね、作家メシアイアズサというですね、謎めいた作家が残した、大変ですね評価を受けた小説なんですね。小説なんですけど、この小説にはですねある曰くがついてありまして、この作品をですね映画化したりとかドラマ化しようと映像化しようとするとですね、必ず不幸な出来事が起こるんですね。で、今までですね、3回、映像化の企画が立ち上がるんですけど、その度にですね、その関係者がですね、命を落としたりですね、その他の怪我をしたりとかですね、まあまあまあなんか良くないことが起こるということで、これはですね、呪われた小説になるというふうな、もう評判がついたんですね。で、じゃあそれがですね、船の中の話に どうかなるのかということで、中心にいる、登場人物が小説家の吹谷梢という、ね、小説家なんですね。で、彼女はですね、いわゆるそのエンターテインメント小説をこう、主にこう中心と活躍する作家なんですけど、その吹谷がですね、この夜はつるところに関するノンフィクションを書こうと。で、そのノンフィクションを書くために、そのこの夜はつるところのいわゆるその小説だったりとか小説、そして、過去のね映像化の企画に携わってきた人間に、話を聞こうということで、そのですね関係者が一堂に集まるそのクルーズ旅行に、自分も参加しようということで、彼女のその吹谷梢の夫である正治とともにですね、その船に乗るわけですね。で、乗りながらですね、梢はここに集まったですねその関係者たちにこう取材をしてというか、その、インタビューをする形で、話を聞いていくわけなんですけど、その中でですね、この言われた呪われた小説に関する今までこう明かされてなかったですね、いろんなその真実みたいなのとか、新たな解釈がポコポコこう出てきてですね、謎がどんどんこの戦場の中で深まっていくというふうな小説になっています、っていうのが大枠な話なんですけど、いやー、読んでてこれもうなんかもう止まらなかった。面白いよね。600何ページもあるんだけれど、もうさ、船に乗ってから、その、もうね、結構この、ここにこの乗っかってくる、乗ってるその関係者っていうのも結構癖のある人たちがこうあってね、漫画家のね、姉妹でこう、反対してる漫画家のユニットがいたりとかね、90歳近いね、映画の、評論家、いるんだけどね、このおじいちゃんがなんかこうすごい見た目の綺麗なね、少年っていうか若い人をこう連れてとかね、なんかね、皆さんすごい癖が強い人たちが集まってですね、その中で話せば、章が切り替われば切り替わるごとにですね、実はこういうことがあったとか、ああいうことがあったっていうな、どん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 ポコポコ突き出してきて、まあ、いわゆる多重解決とか多重推理とは違うんだけど、いろんなこう謎が吹き出てはそれがまた別 の、の話に方向が行きっていう、なんていうかこう読むだけでも謎が増殖していって、この狭い中でのこのサスペンスがこうね、特にこの中でものすごい大事件が起こるとかではないのに、話がみんなが関係者が話せば話すほどなんかサスペンスがこう深まっていくというね、この展開がすごい素晴らしいんですね。で、もう一つはですね、なんていうかね、この、視点人物である、その、吹谷梢とか、その、視点の切り替えみたいなところも巧みで、で、ここまでは言っていいのかな、要は、吹谷梢も、この、夫の正治と乗るんですけど、実はこの夜はつるところに、自分はノンフィクションの取材として乗る以外にも、実はちょっとした因縁があることが冒頭に匂わされてるんですね、かなり最初の方で、そう、かなり最初の方で、この冒頭に匂わされるんですよ、
で、すごいもやもやしたその書き方をしつつですね、うん、これがね、この船の中でね、どう展開していくかっていうのが、登場人物のこの内面の描写とともにね、描かれていて、うん、それもですね、その謎の増殖と並行しながら、登場人物内の心理の揺れ動きみたいな形でサスペンスを深めていくんですよね。うん、これがやっぱり、恩田さん、こういうことのね、閉じ合ってくるの、本当うまい。うまいね。うまい。うまい。うまい。うん。で、さらにね、後半になると今までその前半部のそのインタビューこう進んでったのとはちょっと違うところにまた力点がいってですね、これがですね、まあまあ、ないんですけど、さらにこうミステリーの濃度が、ね、深まっていくんですよね、うん、ここのこのスイッチバックというか、うん、切り替えのちょっと違うところにね、物語の力点をちょっと置くんですよ、うん、ここのね、切り替え方もね、この非常にうまくて、うん、もう後半になってからもうページをねめくるスピードが全く止まりません、うんうん、もうこういうなんていうかな、こうなんかこうふつつとざわざわとさせつつ、これがどこにどう着地するのみたいなことをの、うん、宙吊りにさせる、ことを書かせたら、やっぱ恩田さんはやっぱ最高だなっていうふうに思いました。これもう生産も言われてる、ね、僕はこれね、インタビューしたんですよ、ね、はい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 、恩田さんを、朝日新聞にも載ったんですけど、うん、日本丸かな、にの戦場で恩田さんがインタビューに答えるというシチュエーションの、記事が朝日新聞に載りまして、はいはいはい、そのために先に先行して読ませてもらったんですよ、うんうん、やっぱり、まあ、今言われた通り本当に面白かったですよね、うん、で、まあ、恩田さんの小説っていうのは全ての作品が自分の読書体験というものが、うんうん、自分が小説をどう読んで、小説を読むという行為がどういう行為かということについて、うん、考えるということが根底にあるんですよね、うんうん、だからその単にそのオマージュとかそういうふうな言い方で言い尽くせないんだけど、うんうん、そういう物語の外形とか、根幹にあるものというものを恩田さんがどう解釈して、うん、それを、自分の物語の中にどう生かしていくかというね、うん、再構築の物語なんですよ、うん、全部、うんうん、これがその最たるものと言ってもいいと思うんだけど、うんうん、なぜかというとそのメシアアズさんの、うん、あれのね、うん、夜果つるところという小説についての小説だから、うんうん、小説についての小説であり、メシアアズさんという作家についての小説であるから、うんうん、恩田さんが最も、関心を持っているであろう、うん、読書という行為は何をしているのかということについての小説になっているんですよね、うんうんうん、だからその最初はそのメシアヤズさんに関する、うん、作家に関する興味で最初読み出すんだけど、うん、でこれの本は何っていうふうに、うん、ね、その呪われた小説って何よっていう、うん、都市伝説的な感じに見始めるじゃないですか、うんうん、ところが登場人物たちが全員その本を読んでいて、うんうん、その本についての一かげんある人たちばっかりだったら、次第に夜果つるところって小説はどんなものかがものすごく気になるんですよね。そこがやっぱ一つポイント。そう、うん、いわゆるその登場人物たちって、うん、まあ、この夜果つる、果つるところっていうその作品に対して並々ならぬその思いを、うん、もう抱いてるだけじゃなくて、本人たちもいわゆるその映画監督とかであったりとか、うん、なんかのまあ表現者でもあるわけじゃないですか、うん、そういういわゆるそのある意味なんか物語とかその創作とか作品にその囚われた人々たちがその作品についてその語り合うっていう、その物語に囚われた人たちの物語でもあるんで、そこがね、なんかこう面白いところでもある、ね、だから読書会に参加してるような気持ちになるんですよ、読んでるとね。そう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 。で、これは僕は特典なんですけど、先行して夜果つるところ読ませてもらってます、うん、そう、夜果つること読ませてもらったっていうのは、実はこのですね、この作品に登場したですね、この夜果つるところの小説が実は今月ね、6月出るんですよ。もう間もなく出ます、出ます、うん、だから、さっきね、さっき中断の話で言いましたけど、うん、中断したのはそれを書いてたから、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、だから小説すばる、連三郎から小説すばるに移る、うん、小説すばるの連載一旦中断して、うん、夜果つるところを書いちゃう、そうそう、書いちゃってから後半を書いてるんですよね、うんうん、だからそうやって思って読むと、うん、どういうふうに読むのが一番ね、楽しい読み方なんだろうと思うんだけど、恩田さん曰く、先にこっち読んじゃってから、夜果つるところ読んだ方が楽しいんじゃないかって、うんうん、はい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 、僕もその順番で読んだんですけど、うんうん、だから
夜走るところって僕みたいに私みたいにほら、うん、夜走るところってどんな話なのっていう関心が高まって読み終わってから、うん、じゃあ夜走るところ読みたいって思った時にこ夜走るところが出ると、そうすると夜走るところを読むと、うん、あなるほどこういう小説なの、うん、っていうそこの楽しさがあると思いますね。でこれ読んだら本当に今度夜走るところと一つ読みたくなりますから、うん、読まされない絶対、うんうん、これ読んでさ夜走るところ関心ないないって小説家が好きじゃないんで読んでないんだよ多分そう考えても、うん、みんながこれだけ熱く語ってる夜走るところって、うん、どういう小説なのってこれハードル上がるじゃん、うん、そう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 期待値がすごい上がってるわけじゃん、うん、僕もう先読んじゃったから言うんだけど、うん、期待値上がった状態で読んでもすごく面白いです、うん素晴らしいですね、うん、あの本当にね、この2ヶ月極上の音大陸体験の読書体験ができると思うので、うん、まだ読んでない人はね、うん、ぜひぜひこれを先に急いで読んで、ね、夜走るところが出るのを備えた方がいいと思いますよ、うん、これはあのミステリーに限らず本当小説が好きな人と、ねね、が読んだら小説が好きな人に向けられた小説とも言えますし、うん、同時にミステリーの、ね、謎解きのファンが読んでも本当にニヤッとするような思考とかもね、うん、結構書かれてるのよね。そうですね。うん、そこもねちょっと拾ってみきながら読むと、うん、非常になんかあの楽しいっていうか充実した読書体験を得られる作品だと思いますね、うん、ぜひぜひこれ読んであと僕はまだ読んでないけど夜走るとこ読みましょう、うん、まあ来月だから、うん、感想言ってくださいよ、うん、次回ミステリーちゃんはね次回ミステリーちゃんはこんなに言ったら夜どっちかに取り上げたくないよ、取れないよこんなこと言ったらこれさどっちも取り上げなかったらさちょっと困るよねそうだよ困るねだから、うん、次回はどっちかが必ず取り上げるということでしょう、うん、いやこれ読んで読まないわけにいかないことはちょっと思うんですよ、うん、やっぱりね、あの3月のね、うん、理性のシリーズもそうだけど、うんうん、あのいろんな作品にあと恩田さんの作品に対してね、うん、こう関心が出るよね、うんうん、こあの恩田さんはやっぱりそういういろんなあの読者家をワクワクさせるような思考をいっぱい持ってる人で、うんうん、過去のね作品でたくさんやってきたっていうことを思い出すと、うん、あれは これに使われてるなとかさ、うん、そういうやっぱり集大成的な面も15年かかって書いてあるからね、うん、そうだよ俺は集大成的な面もやりますよ。というわけで、はい、私のリアルサウンドの、ね、5月度のベストはこれだったんですけど、そうですね、僕もそうでした、はい、杉原もそうでしたね、僕もそうです、はい、これ読んじゃったらな、読んだったらもう申し訳ない、これ読んじゃうとやっぱりなんか読書する人間としてさ、なんか上げざるを得ない気持ちになっちゃうんだよね。いや今日紹介したも他のも当然素晴らしいんだけど、うん、まあでもなんだろうな、こう小説を語りたくなる小説でもあったんですよね、うん、本当に。そうですね、うん、やっぱ読書体験としてのそのレベルがこうバーンとね、上がるというか、なのでぜひぜひちょっと。そうですね、ババッと読んじゃうから、はい、うん、まあ、一人でも多くの人に読んでもらいたい気持ちになりますよね、うん、これは、ね、そうですね、うん、はい。というわけで私の3冊目は、恩田陸さん、ニビロ原始校、集英社でした。はい、さあじゃあ、はい、今後の予定を言って終わりにしましょうか。はい、どんな予定ですか。はい、多分この動画が公開される頃には多分まだ間に合うと思うんで告知しておきますと、5月の18日だったっけな、5月の18日。18日は土曜日だね。あ、じゃない、日曜か。日曜日じゃない。あ、5月じゃない、6月の18日は、はい、またメフィストリーダーズクラブ の, オンライントークイベントがございまして、来週です、ね、はい、今度は島田総司さんですね、はい、はい、ローズマリーの天木香織っていうね、三たらいシリーズの最新作が出ましたので、はいはい、まあ、あれとちょっとお話を伺うのがございますので、ぜひ会員になっている方は、ご覧いただければなと思います、はい、書いたもので言いますと、6月刊行は結構いろいろ出てまして、まず一つ水木ひろみさん の, 週刊文庫から出たマザーコンプレックスっていう、出た出た、あるその駅の構内で起こったある事件をきっかけに、その3つの家族がですね、の運命が、ね、交錯しまして、いろんな大変なことが起こるっていう、はい、スリラーですね、はい、いわゆるドメスティックスリラーと呼ばれる作品なんですけど、うん、まあ面白いですね、何が起こるのかなっていうことをドキドキさせつつ、あ、こういう真相にたどり着くんだっていうふうな、ん、水木さんね、ああい う, こうスリラー系を書かせてすごいまさかさんなんで、うん、ぜひぜひお手に取っ て, て、文庫オリジナルです ね, ですね、はい、ですのでぜひぜひということが、まず一つと、あとね、先月一回紹介した東川さん以外にも角川文庫から、解説担当したのが出ます、ですね、シャーロック・ホームズ顔のない男というですね、
ティム・メジャー、あ、はい、で、そうそうそう、ホームズ・パスティッシュの、うん、の、 あの2作目シンサー・シャーロック・ホームズの冒険顔のない男たちだね、ティム・メジャーなん、これね、要は映画の誕生というか映画の元にあったの馬が走る東映系あるじゃん、あれ の、 あの発明者が出てきてですね、はい、あの実際の人物なんだけど、それとホームズがね絡んでですね、そのにまつわる怪事件をこう紐取りという風な、うん、割とこう本格謎解きテイストが強いから、なるほど、ぜひぜひあのなんかあの本格が好きな人が読んだら面白いかなって思います、はい、あとですね、現在発売中のシミの手帳、あの本格ミステリー大賞の選評とか載ってるね、シミの手帳に、今年も上半期の翻訳ミステリーの刊行状況というか、うん、あのに対する概況の原稿が載ってますので、うんうん、まあ早いですね、2023年ももう上半期が終わります。お、終わります、ね、終わります、はい、あのその意味でもちょっと振り返る意味でも、あの読書もね参考にしていただければと思うので、はい、ぜひご覧ください、はい、っていうところですかね、はい、はい、僕はですね、今月あんま仕事しないんだよな。あ、そうなのだと思うんだけど、そんなことないかな、ないかなって聞いてどうする。あれ、翻訳ミステリー大賞の発表っていつだったんでしたっけ。 あれはね、5月31日やりまして、あ、うん、そうです、あれが、彼女は水曜日に死んだ、リチャードラン、うん、あれ、生産が解説か、解説です、ね、うん、が、まあ、大賞取りまして、吉野博さんがね、翻訳で持ち込みであれ翻訳されてるから、まあ、素晴らしい作品です、ぜひお読みいただきたいんですけど、その後ですね、あの発表したんですけど、あれ実は来年で翻訳ミステリー大賞終わりますので、第15回をもって終了しますので、まあ、この後ね、翻訳ミステリー大賞に絡むいろんな、まあ、開講ですとかね、そういう企画をやっていこうと思っておりますので、まあ、1年間ぜひ翻訳ミステリー大賞をさらにご愛顧いただいて盛り上げていただければなと思います。まあ、その一方でね、日本推理作家協会では翻訳ミステリー部門がね、まあ、正式名称まで決まってないんだけど、翻訳小説部門、僕らが言ってるものが始まったりとかね、まあ、相変わらず翻訳ミステリーに関してはなんかいろいろやっていこうと思いますので、そういうようなことがこの後はやっていこうかなと思っております。なんかあれなんだよね、そういうことがいろいろあって覚えてないんだよあの、あ、仕事ね、オフィシャルなことがいっぱいあって、うんうん、で、前回言わなかったことで今回なんか出るもんってなんかあったかな、まあ、なんかあるよきっとあるでしょ、ちょっとすいません、著者の方いらっしゃったら申し訳ないですけど、ちょっとね、それでいろいろあって覚えてないんですよ。なんか解説書いたりとかしたことですか。したんじゃないかな。あ、思い出した。あと全然もう時期外れになっちゃうんですけど、あの北上二郎さんの本の雑誌の追悼号を読みました。あ、はいはい、その話を多分しなかったんで今日はしてしようかなと、はい、あのね、あの本の雑誌の 5月号だったっけ、5月だっけ、5月かな、あれはね、北上、ね、あの二郎さん、あの、うん、目黒さん、おじさんが亡く、藤代三郎さんが、今年1月か、亡くなりまして、その追悼号がね、うん、本の雑誌が追悼号を出したんですよ、うん、で杉江さんがね、あの文章を言ったみんな、あの怒りのある人たちがね、うん、みんな書かれてて、あの非常になんていうか、あのなんていうかね、あの、うんと、北上さん、目黒さん、藤代さんの、今までの、ね、軌跡をこう振り返る意味では非常になんか、ね、なんかこういい。いい特集というか、皆さんそれぞれの思いがね、思い思いの形で北上さんという方をね、目黒さんという方をこう忍ぶ号だったんで、まあ、非常になんとか僕も読んでいて、ああっていうふうに思った特集ですね、はい、うん、やっぱり目黒さん突然亡くなられたじゃないですか、うん、だから目黒さんが絡んでいて、うん、大体が聞かないぞこれって言ってた企画が実はいっぱいあったんですよ、うん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 、あったのは、うんうん、でね、まあ、ちょっと言えないこととか言えることが整理できないんで言えないんだけど、まあいろいろあってその整理もまたしてるとこだね、実はね、そっか、うん、まあ一つは、まあ、これは言えるから言うんだけど、日本ハードボイド全集は、うん、あれはちゃんと北上さんは、うん、自分の言語を入れていかれましたのでちゃんと出ますし、うんうん、まあ、それ以外ね、例えばほらメタクタとかさ、ああいうので、うん、目黒さんがさ、うん、例えば本の雑誌の特命座なんかにさ、うんうん、ベストとか
やってたじゃん、うん、さあ、うん、ああいうのどうしてんだろうなとかさ、うん、多分みんな大変だと思うよ、うん、どういうふうに体制でやっていくみたいなさ、うん、それはみんなこう手分けして目黒さんがやってきた、うん、やっていたことを手分けして引き継がなくちゃいけないから、うん、まあちょっと目黒さんがやったことのテンションを落とさずにね、うん、引き継ぐっていうことはちょっと大事なことなんで、うん、これは僕らがねちゃんとやっていかなくちゃいけないことじゃないかなと思いますね、うん、新保博久さんも原稿を寄せられていて、うん、非常にやっぱこれはすごい本質をついてるなと思ったのは過去ついてるなと思ったのはかんなら書いてしまいホトトギス精神っていうふうに書かれてて、うん、要はその こういうふうな例えば文語解説のあり方でね、うん、自分が別の作品についてちょっと語りたいといえば、うん、例えば別の作品の文語解説やってもその作家の同じ作家のこの作品について語ってしまうみたいなね、うん、まあそれのありかなしかまあさておき、うん、自分でないんだったらこういうものを作ってしまえっていう精神、まあ、本の雑誌ももちろんそうなんだけど、そういったところがまあ、ないのならばその書いてしまえほどの精神っていうのを新保さんなりのこうユーモアを持って表現されてる、まあ、でもまさにその北上さんというね書評家のあり方をすごくなんか的確に表現されてるなと思って、うん、あすごくなんかやっぱないのなら作る精神ってすごい大事だなっていうふうに思いました、ね、あれは、うん、一方でねやっぱり非常に潔いというかね、うん、なんちゅうんですかね自分の、うん、縄張りとかに固執する人じゃなかったですね、うん、これはねあんまり言ったことないと思うんですけどほらリアルサウンドでさ、うんやってるじゃないですか僕らはね、うん、道玄坂上ミステリー監視塔っていうのはね、うんまあ、もう今月も更新されてますけど、うんあれ始めるときにさ、うん7人いるわけだ、うんうんうん、七福神ですよね、うん、でそのうちから、まあ、3人、うん、あっちに行ったんですよ、うんうん、酒井さんと、うん仙台さんと僕ね、うん、であとはあれ全部男性だから女性入れたいと思ってたから女性を入れたじゃない、うんうん、あなたも入れる、うん、そうするともうそれで7人になるわけだ、うんうん、そうするとあん中でまあ、下月葵は基本的に、下月葵と川出さんは、うん海外ミステリーが中心の活動ですよ、うんうん、吉野さんもまあ、うん、いろいろあってあの時国内ミステリーの辞表はちょっと新しく出すのは、うん、ご迷惑だろうなと思って声かけなかったんだけど、うん、目黒さんも北上さん行けるわけだよ、ねああうんうん、行けるでもうそういう七福神の形を作ったのは目黒さんですよね、うんうん、で発案者なんであれ、うんみんな忘れてるかもしれないけど十何年前に目黒さんが、うん、じゃあこういうことでいいんじゃないかって、うん、まあちりんぼかなんか飲んでる時に言ったんだよね、うん、じゃあそうしましょうよ目黒さんちょ書いてください分かったわって、うん、じゃあしょうがない俺も書くよ、うん、みんな書くよそこれこれとこれとこういう声かけろって言って、うん、最初のメンバーが決まったわけだからさ始める時にさ、うん、監視と始める時にさ、うん、俺目黒さんにね、うん、言わないわけにいかないわけ、うん、必ず言うそれは、うんうん、でやっぱり北上次郎を外してやりますよっていうふうにこだわったわけです、うん、でこれは目黒さんが発案された、うん形で やっているものなんですけど今度国内版を作りたいと思います、うん、でついてはもう媒体も大体もう決めてまだ決まってなかったかもしれない決めてるんですけど、そこに、若い人と女性を入れたいので、でまあ海外ミステリー主戦場の人は、まあ、とりあえずお声掛けしませんけれども、うん、目黒さんはやられているので、申し訳ないんですけど若い人の方に、お声掛けします申し訳ありませんということを言ったんです、うんうん、そしたらねそれを気にしないでやってくれ、うんうん、あなたのやりたいことをどんどんやってくればそれでいいんだってこうおっしゃったんだよね、うんうん、メールのやり取りだったんだけど、うんうん、そういう意味のことを言われて、うん、ああやっぱりそういう人だなってね、うんうん、そういう自分のそのねなんで俺に声かけないんだみたいに言う人じゃないわけですよ、うんうんうん、そういうのを連々とする人じゃなくて、うん、そういう編集権で決めることじゃないかとかね、うん、でそれは若い人がやるべきだろうとかね、うん、そういうことを言う人だったんですよ、うん、そういう人だからこそみんな目黒さん自身はさ非常に自分は友達がいない人間だって言うけどさ、うん、だけどみんなその目黒さんを慕ってさ、うん、みんなが後ついてったりしたわけですよ。そういうのはやっぱりね人柄もあるんだけどそういうその何
プロとしての態度ね、そこに学んだところはみんな大きかったと思いますね。すごい数年前なんですけど、僕アンネ・ホルトのホテル122って解説を書いたんですよ、はいはい、証言のやつ、ね、そうそうそう、うん、あれを書いて、あれ書いた時に、ちょっとその後に翻訳ミステリー大賞のその授賞式かなんかの時に、うん、北上さんにお声掛けさ、お声掛けされた時に、あれ君若林君だよね、うん、あのホテル122の解説を書いてて、1個だけ俺あのよかったんだ、あれよかったんだけど、あの1個だけあの作品読んでて分かんないことがあったの、うん、で、あの双葉社 の、 あの小説推理の書評の中で1個だけこれ分からないことがある、あの教えてくれ東京草原社の編集者安藤解説の若林君みたいなことを書いたらしいね、うん、あで、あのなかなかでもね返事が来ないから困ってたんだよって言われてて、いや僕もすいません、それ分からなかったですっていう、うん、まあ、怒ってるとかじゃなくて、あれは結局何だったのっていうふうに、ん、言ったら、いやこれこれこうなんですよっていうのを言ったら、あなるほどそういうことだったんだっていうことをこう納得されて、うん、まあ、その後もあのちょこちょこ、言及してもらったり、解説ね、ついて言及してもらったりとかして、非常にちょっとあの下の世代にとってもすごくあの年下とかそういうこと関係なく接していただいて、すごくなんかありがたかったです。そうですね、同じ書評家だからって思ってたからね、うんうん、あのキャリアに関係なく同じ書評家だからっていうね、うんうん、プロの書評家同士だからって思ってる人だったですから、そういう意味でね、あのそこを引き継がなくちゃダメですね、僕たちはね、うんうん、そういうそのなんちゅうのかな、今までやってきたことのレベルを落とさずに、うん、この後 にさらに良くするような形で引き継いでいかなきゃいけないなと思いますので、うん、まあまあ、まあ、目黒さんはね安心してお休みになれるように頑張りたいと思いますね。まあすごい、うん、あついになんかちょっとね、1月の時もあの北上さんと目黒さんの話になって、でツイートを本当5月バタバタしてさ、うん、つい先まで手に取らなかったんだよ、で読んでたからいろいろちょっとね思うことがあったんでちょっと話させていただきました。はい、はいはい、じゃあ、まあ来月に向けて、はい、まあ、3冊いって終わりにしましょうか、はい、じゃあまず僕からですね、はい、はい、じゃあ1冊目、1冊目、動くはずのない死体、森川智樹短編集、森川智樹さんで、公文社。2冊目、蝶の墓標、弥生小夜子さんで東京草原社。で3冊目、潮風氏一家殺害事件、あるいは迷宮楼の殺人、早坂やぶさかさんで公文社の3冊でした。はい、どうぞ。はい、私の1冊目は佐々木嬢さん時を追うもの、はい、公文社、2冊目が、ニーナ聡さん君はサイコロを振らない、角川書店、うん、そして最後3冊目が、オンダリクさんニビロ原子校主演者でした。はい、はい、半分公文社でしたら考えてみて。あ、そうだね、まあまあ、ね、たまたまです、うん、はい、はい、というわけで、また来月このコーナーでお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。